はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフアンヤ王国編では第8章ですね、やっていきたいと思います。とりあえずなんかびっくりマークがちょこちょこいるな。やってみせるわ。お、パワーアップした。パワーアップしてくれるのは助かるよな。戦闘がかなり緊張感あるからな。お、外伝が出てる。モズメの外伝か。モズメの外伝はちょっと、サクサクっとやっておきましょう。で、8章、氷の村の少女。天蓋の森を切り抜け、氷の部族の村に近づくミカミックスたち。だが、村は極寒の吹雪に覆われていた。ミカミックスは道に迷い、雪中で行き倒れてしまう。結局、行き倒れかよ。う、何やら寒くなってきたな。はい。部族の村が近づいてきてるんですよ。こんなに寒いとなんだか元気になっちゃいますね。それはフェリシアだけじゃないのか。俺はもう手の先の感覚が全くないんだが。そうなんですか、気づかなくてすいません。じゃあ今から走りましょう。運動したら体が暖かくなりますから。ほら皆さん、私についてきてください。待ってよフェリシア。ダメです、エリーズ様、お一人で先に行かれては。おい、二人ともそんなに急に走ったら。うわ、すごい吹雪だったな。大丈夫かサイラス。ああ、俺は平気だ。だが二人とは完全にはぐれてしまったみたいだな。本当だ、困ったな。大丈夫だ、向こうにはフェリシアがいるから道には迷わない。とにかく凍えてしまう前に村への道を急ぐぞ。ああ、そうだな。こんなさ、鎧着ながらさ雪道歩くなんて、もうこいつらアホだろ。馬はどうしたんだよ。馬はサイラス、馬に乗ってたんじゃねえのかよ。絶対馬に乗ってこんなさ雪山来れないから。さ、寒い、吹雪で前も後ろも見えないぞ。なあサイラス、先ほどのフェリシアの話だと部族の村に近づくほど寒いということだったよな。ああ、そのはずだぜ。だとしたらやはり道はこちらで合っているんだな。だがなんだか意識が朦朧としてきた。足の感覚もさっきから全然。お、倒れた。ミカミックス、すまん。サイラス、大丈夫だ、ちょっとだけ転んだだけだ。だがなんだか眠くなって。おいミカミックス、起きろ、寝るんじゃない。いや、このまま寝かせてくれ。大丈夫だ、すぐに起きるから。ミカミックス、ミカミックス、あなたたちはここで何をしているのですか。怪しいやつが出てきたな。え、寝てるんだよ、邪魔をしないでくれ。あれ、なんか城と似たような部屋だな。きっと作られてないんだな、これ以外。よかった、目が覚めたかミカミックス。サイラス、俺は途中で倒れたのか。ここはどこだ。ようこそ。ここは氷の部族の村ですよ。私たちの村へようこそ、旅のお方。私は氷の部族の族長クーリアと申します。ありがとうございます。あなたが助けてくださったのですね。俺はミカミックス、アンヤ王国の第二。ミカミックス、どうしたのですか。すみません、ミカミックスのやつ、目が覚めたばかりで意識が朦朧としているようなので、もう少し休ませてもいいですか。そうでしたか。もちろんですよ、どうぞごゆっくりなさってください。私は温かい飲み物でも用意していきましょう。サイラス、急にどうしたんだ、きちんと名乗った方が。世間知らずもここまで来るとバカの領域だぞミカミックス。バカだと、貴様、王子に向かって。あの間で王子を名乗ったら大変なことになるぞ。俺たちは氷の部族の反乱を平定するためにここに来た。反乱が起きてるってことは氷の部族はアンヤ王国に不満を持っているってことだ。
つまり俺たちは彼らの敵ってことなんだよ。そうか、ありがとう、サイラス。気をつけろ。これからは。こんな場所で正体がバレたら、よくて人質、悪くて処刑だ。それにしても、こんな形で村に入ることは想定していなかったぞ。一体ここからどうしたら。飲み物を持ってまいりましたよ、サイラス殿、ミカミックス殿。ありがとうございます。本当なら正体不明のものを村に入れることはしないのですが、あなた方は特別ですよ。あなたのその持つ剣、その黄金色の剣は我が氷の部族の伝承の記述にある世界を救うと言われている伝説の勇者の剣とよく似ているのです。伝説の剣、この八頭の神が。はい。ですからどうしても見捨てることができなかったのです。もしかしたらミカミックス殿はこの世界を救うお方なのかもしれません。もしそうであれば、いつかきっと私たちをこのアンヤ王国の支配から解放してくださる。すみません。お前らを解放しに来てやったよ。なんだかいろいろお話ししてしまいまして。そうだ、娘もそろそろご挨拶に来る頃ですよ。あ、ミカミックス様。まさか。フローラ、どうしてお前がここに。それは、こちらのセリフです。なぜここにいらっしゃるのですか、ミカミックス様。え、ミカミックス様。まずい。いたいた、ミカミックスお兄ちゃん。エリーゼ、よかったよ、やっと追いつけて。どうして姉さんがいるんです。北の城塞でお留守番しているはずじゃなかったんですか。そう、エリーゼ様、フェリシアまであなたたち私のことを追ってきたのね。いえ、姉さんを追ってきたわけじゃないです。私、姉さんが帰っているだなんて知らなかったですし。うん、そうそう、私たちはね、お父様の命令で氷の部族の反乱を平定しに来たんだよ。そのまんまだな。エリーゼ様、お静かに。なんで平定って反乱やめてくださいって頼むことじゃないの。エリーゼ様、違うんです。平定というのはそんなに簡単なものでは。そうでしたか。よくわかりました。あなたたちは私たちを騙してこの村に入り込むのが狙いだったのですね。違う、俺たちはそんなつもりでは。とぼけないでください。アンヤ王国のやり方は分かっています。そちらがそう来るのであれば、我々も相応の処置を取らせてもらいましょう。フローラ、お父さん、部族のみんなに伝えます。村の中にアンヤ王国の手の者が侵入、直ちに排除せよと。そんなことやめてください。姉さん、私たちは戦いに来たわけじゃないんです。話し合いましょうよ。あなたはアンヤ王国のやり方を全く分かってないわ。そちら側につくのなら私、あなたが相手でも容赦はしない。ミカミックス、俺たちも戦闘の準備をするぞ。マップは一緒かな。ユニットはこいつらだけ。よし、行くか。アンヤ軍を倒すのです。家々の者たちにも伝えなさい。気をつけろ。ミカミックス、村の者たちを加勢させる気だ。無駄な争いを避けたいなら、俺たちが先に家を訪問するしかないな。マジか。5つのうち3つ以上訪問するとクリア後に最も良い報酬を入手できます。訪問した村が2つ、1つの場合も結果に応じた報酬を入手できます。なるほど。まず部屋に行けと。ハロルド訪問。はあ、わ、兵士さんだ。どうしたの、何かあったの。え、今日はお外に出ちゃダメなの。そっか、わかった。お家の人たちにもそう伝えておくね。聞き分けがいい。うわ、ここにもある、ここにもある。てか、なるほどなるほど。とりあえずこの龍脈を使おう。なんでこいつはどっちから行けばいいんだ。上から行くか下から行くか。あとはこいつは機動力が少ないな。フェリシアはこっちから行くか。いや、上から行くか。ソシアルナイト、こいつも結構機動力あるな。うわ、入られた。うお。出てきた。
闇が囁いている。守るべき者たちの身が危ないと。仕方ない。ほふる闇の本流を行使し、勝利という名の輝きを俺たちが見せてやろう。はあ、勝手に一人くくりにするな。俺は一人でも奴らを天国に行かせてやれる。なんだ、新手か。よく聞いてくれたな。俺は漆黒のオーディーン名乗ってきた。アンヤ王国王子レオン直属の選ばれし闇の子の衛兵だ。レオンの？ではレオンがお前たちをここに。ああ、俺の名はゼロ。主君よりの命令でミカミックス様を喜ばせに来たんだぜ。喜ばせる？気にしないでください。こいついつもこんな感じなんで。とにかく安心しろミカミックスよ。ここからは俺の秘められし力で貴様にあだなす者を排除してやろう。くっ、血が騒ぐ。早く奴らを倒さないと。この呪いは。ちょっと待って。来てくれたのは嬉しいが、あんまり妙な真似はしないでくれるか。できれば不信感を抱かずにこの場を収めたい。つまり真面目にやれってことですか。今日は何人天国に、何人天国行きにしてやれるか楽しみにしてきたのに。せっかく必殺技を100個も用意してきたのに。ああ、すまないが。ご命令とあらば。従わないわけにはいかないな。俺はこう見えて従順なんで、何をされても文句を言いませんよ。はい。俺もこう見えて素直なので、言うこと聞きます。真の力が出せるのは残念だが、必ず力になってやろう。ありがとう。マチ、行かれた奴らだな、こいつら。中二病と。こいつここ行かないと多分行けねえから。あれ、行ける。氷になってんの、もうすでに。そうするとソシアルナイトを前面に出しつつ、こいつらで援護だな。上の部隊がちょっと半端ないな、敵の数が。ヨットナイトは確実に攻撃できないから死ぬな。固めよう、真ん中に。やばいな、これ。狙ってきたか、サンダー付きか。あ、いたー、危ねえ。魔法防御が高くないと。闇が囁いている。おー、敵の数が多い。これはかなり危険なんじゃないか。ん、こいつも魔法使い。魔法使い多いな。とりあえずこいつをぶっ倒して、うお、すっげえ減る。やばい。オーディーンどうだ。超減るな。こいつは一応倒せるやつから倒していきたいな。大丈夫だ。くーない、倒された。危ねえ。まあまあだな。うおお、狙われる。サイダス最悪、死ぬなこれ。かわせ。うおお、こいつはここから攻撃と。なんだ、怖いか。セイ。オーケー。こいつに傷薬を渡したい。あ、エリーゼが回復いけんな。つえ。フリーズじゃねえし。あぶねあぶね。主人公はちょっと上を対処するか。そうすると魔法対魔法、ここでいいかな。ちょっとこいつの攻撃範囲を、大丈夫だな。くらえ。強い。はあ、すごい。よし、レベルアップ。よかった。まあまあかな。フェリシアをつけてこう。
てこいつらは下からしか行けないから多分このオノマンと戦闘になるな。危ない、回復してなかったら死んでたな。おっし、ナイスだ。オノマン同士、俺の方が若干強い。傷薬やっぱみんなに持たせておくべきだな。無駄無駄、主人公頼みだな完全に。あそこの家に入りたい。とりあえずこいつは家に入ろう。こいつを倒すのはこの二人に任せるか。ここはこっから攻撃しないとダメか。フィンブルって何なの？サンダーとかより、いや単なる氷の魔法か。で弓で攻撃をして倒す、倒す、倒します。リッチまったか。オッケーで回復させないといけないから、もうちょっとでも回復させておかないとな。あそこはもうあれか、家取られてんのか。こいつ倒そう、なんか家を狙ってきそうだからな。お前を倒す。はあ、こいつだったら多分一人で無双できんな。うまくいったな。でこいつは魔法キャラだから、どうしようかな。あでも食らわない、減らしとこう。ほい、来たー。でこのオノマンはなるべくノーダメージで倒したいけど、いけるかな。大丈夫、どっちかが当たればいいわけだ。オッケー。目に砂が。なんだ。え、何？行動不能だよ。やーばい。行動不能な上に狙われた。もう一人のやつ狙ってくるか。狙っては来ないか。死んだら確実に終わりかかんな。参戦と同時に死なれたらマジ困る。訪問。こんにちは。うん、気負ったか、暗夜軍名。仕方あるまい。さあ、殺すなら早く殺すがいい。何？殺しはしないじゃと？一体どういうことじゃ？バタン。ダークマージ、とりあえずここから攻撃だな。苦しむ姿を見せつつ。そうか、動けないからこいつあれだ、攻撃できねえんだ。うおー、マジかー。回復だ、回復させないと。右のやつらはほっとくとして援護に行くか。ハロルドは届かないな。こいつは機動力が鈍いな。こいつはフェリシアに任せるとして、俺ちょっと訪問しよう。訪問、こいつなんか来そうだな。アックスファイターか。てめえ。敏腕メイドですから。そうだな、敏腕メイドになる前に死ぬんじゃないぞ。あとこいつはもう何にもできない。防塵、フェリシアじゃなくてエリーゼと組むか。いや、うお、また使ってきた。やはりこっちを狙ってくるか。いってー。3、とりあえず大丈夫だ。自己再生的なものがあればな。こいつめっちゃ強いのに。15か。そろそろちょっと回復しないとまずい。うおー、増援を出された。調合薬を使っ、あ、ヒットポイントの薬を使ってから調合薬を使うか。訪問。
アンヤ軍、ここにはあんたらの望むものは何もないよ。さっさと出てっとくれ。ああ、恐ろしい。これじゃあうかつに外にも出られないね。危ねえ外に出なくていいんだよ。回復ピロリン。で、こいつ鬱陶しいな。来れるかこいつ。こいつと、危ね危ね、こいつとこいつの範囲をちょっと。で、こいつ傷薬持ってない。こいつが傷薬持ってんのは。ただこいつ攻撃できんな。倒せる。よし、この位置なら安全だろう。 OK。 まだ足りないな。でこいつを、持ち物交換で傷薬をあげる。で待機で、こいつはここの位置なら食らわないから、ここで、持ち物で傷薬と使う。よし、あぶねあぶね。でこいつはここら辺で、アックスファイターもちょっと安全なところから行くと。これ右のやつどうしよう、倒しに行くか。あとはアックスファイターはまず射程から攻撃をかけて倒すと。当たれよ。オッケー、レベルアップ。やっぱ弓兵強いな。ゼロは死なせたくないな全然上がんなかった。でこいつを、魔法キャラで一回攻撃をかけて、えらい、入ってで、サイラスを前線に出して倒すと。せーらね。なんとか勝てたな。フローラがな、フローラが。攻撃を食らうけど。で、回復できるやつはもうちょっと回復していかないと、ちょっとでも回復しないと危険なんで。よし、エリーゼレベルアップ。ヒットポイント上がってくれた。防御系上がってくれるのは結構重要だからな。ここでこんな感じか。食らうけどしょうがない。おお、貸した。ナイスだ。 OK。 すまないな。重戦車部隊8レベル。よし、これ上がり方も重要だよな。そうするととりあえずお前をぶっ倒す。うん、いける。24ちょうどか。食らえ。よし、あと右のやつもなかなか来ないな、こっちに。ちょっとこんな感じにしとくか。で、フローラをどうするかな。フローラこいつ動かないな、多分動かないから、上に合流しつつこいつらを、左のやつらをおびき寄せるか。ちょっとずつ進軍していこう。みんなが固まって動ける、移動力で。でこいつはちょっと回復させとこう。12ハロルドも減ってるな。来たか。3、痛くはない。出身校ちょっとこいつを倒したい。ここ攻撃できんな。こいつに任せるか。死なないな、大丈夫だな。炎など効かぬ。ってことは主人公左に動かした方が良かったな。ま、しょうがないか。とりあえず、魔法使い、魔法使い。魔法使いにはやっぱ魔法使いだからな。サポートする。
ダメージが高くないと食らうから。で、あとレベルの低いやつ。こいつレベル低い、オブディン。食らおう。で、回復をしましょう。で、ちょっとずつ左に行こう。で、ゼロを連れて、ハロルドも引き連れて、下から行くか。おー、狙ってきたー。上だ。よいしょ、合流。で、フェリシアはこいつを倒すと。おいやー。よし、レベルアップ。ようやく7か。少し遅れてる感じがするな。この下の兵士だよな。こいつらをどう倒していくか。ライブと。弓兵に魔法に斧兵か。ここら辺でちょっと待機して。こんな感じにしとくか。このアーマーないとやっぱり機動力がないな。来た、狙ってきたか。銃結構食らうな。おお、ナイス。回復率が高い。じゃあまず弓兵でこいつ狙ってからの倒せる。ちょっと待って、オーディンレベル上げたいんだよな。倒せない。何なんだ一体。アックスファイター組んで。うお、超減るけどしょうがない。回復させよう、こいつは後で。当たれよ、そもそも。よし。おお、かわした、ナイスだ。で、オーディーンでぶっ倒そう。たく弱いやつをレベル上げるのが苦労すんな、これは。おい、うぅ倒せなかった。一人だと。6レベル、ダークマージ。まあ、魔力上がってくれたか。一応こいつを回復させて。8レベル。こいつの、あ、こいつ動かない。危ねえ。じゃあ大丈夫だな。で、まず一旦弓で減らして、てか倒せるな。弓強えな、やっぱり。えらい。いやー、ゼロは死なないようにしたいな、これ。で、ソシアルナイトでちょっと、こいつの、ところに行って。主人公でフローラ倒すかな、そうすると。OK。来たか。一撃で殺されるとかになるとやっぱり勘弁してほしいからな。ダークマジで倒せはしないか。アックスファイターいっか。よし、クーラーへ。こいつをオーディンで始末しよう。俺がついている。せいやー、魂が躍動する。これフローラ殺していいのかな。フローラこのままにしとこう。なんとなく回復させてからいくか。えらいぶと。で、主人公を持ってきて、あと回復しないといけないやつはこいつか。まあ1だけど経験値稼ぎとして。こいつは何なんだ。クーリー27か。どうだ、倒せはしない。全然倒せない。しかも死にそうになるし。ってことは回復できるポジションにいた方がいいよな。総攻撃を仕掛けるからちょっとゼロ連れていくか。こいつも一応攻撃できるような
ところに連れてって回復できるところを取るか。うん、これで OK だな。で魔法で一回攻撃しよう。うわ全然ダメだ。弓で一回攻撃しよう。そうだな。 56% か。当たれ、外れた。いって、しかも回復してきたし、マジかよ、両方外れたよ。これでちょっと攻撃力を下げよう。フェリシア、あなたがそちら側に着くとは思いませんでしたよ。父さん、こんなことやめてください。私、父さんや部族のみんなと戦いたくなんかありません。私だって可愛い実の娘にこんなことをしたくありません。ですが、こうなってしまった以上はもう苦しむ姿を見せてくれない。回復してくる。お、武器レベルが上がった。よし、能力が下がったところで、まあいいや。1だったら最後誰か。あなたは私たちにとっての伝説の勇者ではなかったのですね。残念です、とても、はい、こうなってしまった以上何も言い訳はしません。でもせめてこの場が収まったら俺の話を聞いてください。はぁ、くらえ。うわぁ、弓外れる。10レベル。よかった。お、流突を覚えた。あとはちょっと死なないようにしないといけないから。一番ヒットポイント減ってんな俺。ロットないと大丈夫だよな。どうしよっかな。銃か、倒せるな。テオノが当たりさえすれば。当たってくれ、頼むぞハロルド。 50% 外した。ひどい。あと射程2のやつはこいつか。 81% 1残んのかよ。なんなんだよ、どんだけ強いんだこいつ。誰も戦死者出ないよな。一応こいつを回復させてはおくか。魔法に弱そうなやつ。こいつ与えるとどんだけ、結構減るな。どうしよう、こいつ死ぬのだけは勘弁してほしいからな。こいつと防刃を組んで、でこいつでエリシアもちょっと死んでほしくないから防刃を組んどこう。でこいつも一応防刃を組んどこう。で主人公が狙われる分には多分大丈夫なはずだ。大丈夫、お、全然大丈夫だ。さすが、じゃない。あと最後誰で倒そう。79、メイド弱えな。そうだな、娘によってお前となら最後を決める。強くなったな、フェリシアよ。なぜ命を取らないのですか。まさかあなたたちは本当にレベルアップした。父を超えた、フェリシアよ。お前の力はもう父を超えたぞ。魔除けを手に入れた。よし、 OK。よし、これでひとまず戦闘は終わったな。部族の者たちはみんな無事のようだな。エリーゼ、負傷した者たちを癒してやってくれるか。うん、任せて。てってけて。あなたたちはまさか誰も一人ずあれ誰一人も殺さぬよう戦っていたというのですか。はい、助けてくださった恩を仇で返すわけにはいきませんから。先に襲いかかったのは私たちであったというのに。あなたという人は、俺はできることならあなたたちと和解したいんです。力で抑え込むのではなく、お互いに信頼し合う方がいい。だから父上からも反乱を平定しろと言われた時も、俺はあなたたちに反乱を思いとどまってくれるように頼みに行こうと思っていたんです。まさかお前、エリーゼ様と同じことを考えていたのか。血は争えない、
いや、お前とエリーゼ様に血のつながりはなかったか。え？そうなんですか、ミカミックス様。ああ、アンヤ王国に行った時に分かったんだが、俺は本当はガロン王の息子じゃない。この国の王子ではないんだ。だが俺はこの国で戦争を終わりに導きたいと思っている。そのために今は父上に俺のことを認めてもらおうと努めているところなんだ。そうですか。北の城塞を出られた後にそんなことが。すまん。クーリア様、身勝手な頼みだというのは分かっています。でもどうか今後は反乱行為を控えてくれませんか。その代わり俺たちは自らの力でこの国のやり方を変えてみせます。そしていずれは氷の部族の自治を認める方向になるよう尽力します。だからどうかお願いします。わかりました。本当ですか。はい、ミカミックス殿、あなたからは今まで出会った誰とも違う不思議な魅力を感じます。もし同じことをガロン王が言っても私は信じようとはしなかったでしょう。そりゃそうだろ、ガロン王今まで何やってきたと思ってんだ。ですが行動を伴ったあなたの言葉なら信じてみようと思えました。あなたはやはり世界を変える勇者なのかもしれませんね。ありがとうございます。あのミカミックス様、申し訳ありませんでした。私はあなたを裏切って北の城塞から逃げ出したのに。いや、お前は悪くないフローラ。悪いのはお前たちをここまで追い詰めたアンヤ王国のやり方だ。お前のことは父上にうまく言っておこう。はい、ありがとうございますミカミックス様。私は今この場でもう一度あなたに忠誠を誓います。大げさだなフローラ。それにお前は前からだって十分すぎるほど俺に仕えてくれているじゃないか。いいえ、あの頃の私は。とにかく今この瞬間からは本当の意味で忠誠をあなたに。ん？お兄ちゃん、みんなの治療終わったよ。ありがとう。エリーゼ、フェリシア、これで一件落着だな。ああ、あとはガロン王様がお前を認めてくださればいいんだけどな。でもさあお兄ちゃん、結局一人で平定しろって命令は無視しちゃったわけだけど、私たちどうやって言い訳しようか。それは帰り道に考えよう。もう出発されるのですか。はい、俺たちはもう行きます。クーリア様、次にお会いするのはきっとこの世界が変わった後で。ええ、楽しみにしていますミカミックス様。どうかご分を。ありがとうございますミカミックス様。先ほどの戦いであなた方は家々を回り無益な戦いを避けようとしてくださった。私たちはあなた方を倒そうとしていたのに、あなた方は私たちを守ろうとしてくださった。これは私たちのせめてもの気持ちです。どうかお持ちくださいませ。おお、金を手に入れた。金で買収してきたなこの俺を。ということでフローラはとりあえず死なずに済みましたね。金ももらえたようですし、では第8章今回はこれで終了したいと思います。